神から人へ、人から神へ。次なる事象、次元の前に、多くの人の働きと、思いの高まり、調和を広げよ。一人一人の働き、行え、すべてに神の願いはこもれり。さにて本日何を問うや、第一号。2004年6月20日拝受。問い、村上和夫先生の新刊の絵本の中で、スイッチオン、という言葉があります。その言葉は全宇宙でも使われている共通の言葉なのでしょうか。また、それはどのようなことを意味するのでしょうか。神様はその言葉にどのような思いを込めていらっしゃるのでしょうか。答え、では答えん。スイッチオン、とは魂の誠の覚醒、目覚めを言うなり、人の御霊の奥底にある、遺伝子よりもさらに微細の、目に見えざる、手にても触れぬ、神の与えし永遠なるもの。そこには神の願いを込めて、人の癒さか、地球の繁栄、生命すべてのさらなる進化を、一つの経輪計画として、一つ一つの魂に込め、来たるべき時の訪れと、気の熟せし時に目覚めるようにと、神はすべてを見通して、人の思いの及ばざる、遥か宇宙永遠の、無限世界のすべてが共に、一つの狂いも乱れもなきよう、成功緻密に企てり、ならば人の遺伝子とても、すべては神の経輪により、全体調和の一環として、宇宙すべての進化の一部、人の時へぬ神秘の域なり。スイッチオン、とは魂の、神の印し計画の、一つ一つが発動し、全体調和に合わせることなり。なればそれらは宇宙に通じ、神への思いの目覚めし時に、宇宙の中心、命の根源、神の世界に結ばれて、誠の使命を果たすことなり。人は思いを神に向け、己の役割、使命に気づき、さらなる大きな働きをせん。さにて思いは遺伝子を変え、己の役割遂行のため、周りの遺伝子、外へと広がり、一つはやがては全てを動かす。一人の祈りは地球をめぐり、宇宙と呼応し、進化を促す。遺伝子内の全ての記号は、宇宙進化の全てとつながり、互いが互いを目覚ませるなり。今この時の一瞬にも、神の仕組みし宇宙の進化は、地球の遅れを待ちながら、宇宙の流れに残されぬよう、人の御霊の目覚めを待つなり。準備は整い、今は待つのみ。人の全てが神に目覚めて、次元を上げて成長するを。霊性進化は宇宙の流れ。神の変わらぬ初めの経輪。なれば人は今の世に、生まれし意味を見出せよ。人類創生、地球の誕生、たゆむことなき進化の歴史。戻ることなき時の流れは、神の願いの一つ一つを、余すことなく、残すことなく、叶え起こせし歴史なり。人は神の仕組みを知らんと、物質世界に答えを求め、誠の意味を失えり。物質世界を動かすは、神の仕組みし経輪なれば、遺伝子一つの奥に込めらる、神の祈りの見えざるものは、いかに記号を解明せども、物の世界を超えぬものなり。物を動かす原理法則、そのうちにある神の願いを、悟りし物は幸いなり。物のみ追いかけ、数値に縛られ、現世の欲に目を奪われ、死を迎えるは哀れな性なり。この世はあの世に繋がりて、一つ一つの魂の無限の進化を求むるなれば、この世の行はあの世に続き、終わることなく繰り返さん。人の生命、魂は、壮大無休の宇宙の一部。儚きこの世の短き時も、終わることなく続く永遠。人は己の役を果たして、やがては神に戻りこよ。地球が進化し、神の世界に、さらに近づくその時まで、人の命の旅は終わらず。さにて本日、スイッチオン、の意味することを、詳しく優しく教えたり、よく読み返し、御霊に収めよ。さにて。